阪神教育事件は GHQ の指令を受けた日本政府が朝鮮人学校閉鎖令を発令し日本全国の朝鮮人学校を閉鎖しようとしたことに対して1948年4月14日から4月26日にかけて大阪府と兵庫県で発生した在日韓国朝鮮人と日本共産党による暴動事件民族教育闘争という見方もある 戦後の日本国憲法下で非常事態宣言が、布告された初の事例である。朝鮮人学校事件、大阪での事件は、大阪朝鮮人相乗事件、また神戸での騒乱事件は、神戸朝鮮人学校事件とも呼ばれる。この事件の故障は、以下のように様々なものがある。朝鮮人学校事件、在日朝鮮人学校事件、4.24半神、教育事件とも呼ばれる。 大阪府での騒乱事件は、大阪朝鮮人相乗事件、朝鮮人不調乱入事件、または大阪事件とも呼ばれる。1956年の大阪市警察市では、朝鮮人学校の閉鎖をめぐる相乗事件と表記された。神戸での騒乱事件は、神戸朝鮮人学校事件、または神戸事件とも呼ばれる。このほか。 梶村秀樹や在日朝鮮人運動の観点からは、阪神教育闘争、または4.24阪神教育闘争とも呼ばれる。他に、阪神教育運動、神戸教育闘争事件という言い方もある。当時の民族教育1947年10月、連合国軍最高司令官総司令部総司令官、ダグラス・マッカーサーは、日本政府に対して、 在日朝鮮人を日本の教育基本法、学校教育法に従わせるように指令した。この頃、在日朝鮮人の子供たちは日本内地の教育により朝鮮語の読み書きが十分にできなかったため、日本各地で国語講習会が開催され、文字と言葉を知った者が先生となり、在日朝鮮人の子供たちに朝鮮語を教えた。教材は独自に作成された。 国語講習会は在日本朝鮮人連盟事務所や工場跡地、地元の小学校校舎などを借りて開かれた。その後、国語講習会は朝鮮人学校に改組され、学校は全国に500数十校、生徒数は6万4人を数えた。1948年1月24日、文部省学校局長は各都道府県知事に対して、 朝鮮人設立学校の取り扱いについてという通達を出し、朝鮮人学校の閉鎖と生徒の日本人学校への編入を指示した。同年1月27日、朝ンは第13回中央委員会を開催し、朝鮮学校閉鎖令に対し反対を表明した。さらに、3.1独立運動闘争記念日に合わせて、民族教育を守る闘争を全国で、 展開するように訴えた。大阪府と兵庫県では、この通達に基づき、朝鮮学校の閉鎖を命じた。阪神地区では、朝練の創生鉄が闘争の指導に当たった。在日朝鮮人で、当時16歳であった、金太一が闘争中に警官に射殺されている。1948年4月23日9時、大阪府大阪城前の大手前公園で、 朝鮮人学校弾圧反対人民大会が開催された。集会には在日朝鮮人や日本共産党関西、地方委員会の日本人など7000人余りが集結した。16人の代表が選出され、大阪府庁舎で大阪府知事赤間文造との交渉を行うことになった。12時30分、大阪府庁知事室において、 副知事と朝鮮人代表者16人との交渉が始まったが合意には至らず、15時になって在日朝鮮人や日本共産党関西、地方委員会の日本人など7000人余りの中からのシュプレヒコールが起こった。同時に50人余りの青年が行動隊を編成し、スクラムを組んで大阪府庁前の阻止線を突破した。15時30分には行動隊に続いて、 在日朝鮮人や日本共産党関西、地方委員会の日本人など7000人余も大阪府庁に暴力で突入し、3階までの廊下を占拠。副知事は警察官の誘導で戦時中に作られていた地下道を通って脱出した。17時頃には群衆が知事室にだれ込み、ドアや調度品を破壊するといった行動に出る。 日本共産党大阪地方委員会に派遣されていた、増山たすけは、川上寛一衆議院議員と共に、知事室に駆けつけたが、収集がつかない状態だった。夜になって、大阪城周辺の各所で在日朝鮮人や、日本共産党関西地方委員会の日本人によって、かがり火がたかれ、朝練としては川上を代表として、交渉の場を作ろうとした。しかし、 そこへアメリカ軍や武装警官が到着し、在日朝鮮人や日本共産党関西、地方委員会の日本人らと乱闘。在日朝鮮人のうち一人が死亡し20人が負傷した。警官側の負傷者は31人だった。179人が相乗罪で検挙された。4月25日にはアサレンや日本人、約300人が 南警察署に押しかけ逮捕者の釈放を要求したが、抗議に来た群衆に向けて、警官隊が威嚇射撃を行いをい介した。翌4月26日にアサレンは、大阪東成区や旭区などで、朝鮮人学校弾圧反対人民大会を開催。午後には、朝鮮人代表者と赤松知事との間で再度、交渉が行われたが、15時40分に、 別室で待機していた大阪軍西部のクレーグ大佐が交渉の中止と大手前公園に集結していた在日朝鮮人2万人の解散を指示。これに対し在日朝鮮人1600人のデモ隊が再び大阪府庁に向かい武装警官隊の阻止戦で投石を開始。武装警官隊は消防車に放水をさせデモ隊に突入し拳銃で発砲した。この衝突で 当時16歳であった在日朝鮮人、金太一が死亡する。検挙者は、軍事裁判にかけられ、日本人9人と在日朝鮮人8人が、重労働4年以下の判決を受けた。このうち当時の朝鮮総連の僕柱藩、兵庫県本部委員長は、神戸刑務所に服役し、1949年11月25日に、病気を理由に仮釈放されたが、 わずか数時間後に死亡した。事件解決後、大阪市警察局は、アメリカ陸軍第25師団司令部より感謝状が贈呈された。非常事態宣言布告を報じた朝日新聞号外、アイケルバーガー司令官の神戸視察を報じた、神戸新聞1948年4月10日に、兵庫県知事、岸田幸雄は、朝鮮人学校に対して封鎖命令を発令。 これを受けて14日にアサレンは兵庫県庁を訪れ岸田との交渉を要求した。言動はしばしば威圧的、脅迫的になった。4月23日に警官隊と米軍 MP が朝鮮人学校などと東神戸港を封鎖すると翌24日に封鎖に抗議する在日朝鮮人や日本人が兵庫県県庁前に集結。九時三十分に 兵庫県庁知事室で、岸田知事と神戸市長、小寺県吉、県事生ら15人が、朝鮮人学校を閉鎖仮処分執行問題と、在日朝鮮人の抗議集会対策を協議。協議が行われているとの情報は、朝練にも伝わり、約100人の在日朝鮮人や日本人が、兵庫県庁内に突入。知事応接室を占拠して備品などを破壊した後、 壁を打ち破って、知事室になだれ込み、岸田知事や MP を拉致監禁するに至る。知事室に乱入した在日朝鮮人や日本人は、電話線を切断して、外部との連絡を立ち、学校閉鎖令の撤回、朝鮮人学校閉鎖仮処分の取り消し、朝鮮人学校存続の承認、逮捕された朝鮮人の釈放などを岸田知事に要求。半ば監禁状態にあって、 岸田は17時に所要求の受け入れを制約。しかしその日の22時に岸田知事と吉川聡副知事、一丸県事政、田辺次席県事、伝兵庫県警察庁、古山神戸市警察局長らが占領軍兵庫県軍政部に召集され、23時に兵庫県軍政部が非常事態宣言を発令。軍政部の非常事態宣言によって、 兵庫県と神戸市の前警察官は、アメリカ軍憲兵司令官の指揮下に入り、兵庫県庁への乱入者の徹底検挙命令とともに、岸田知事が一旦受け入れた在日朝鮮人の要求への制約を無効とした。25日早朝に MP と米軍憲兵司令官指揮下の警官による、県庁乱入者の検挙を開始し、29日までに、 2590人もしくは7295人を検挙。日本共産党の神戸市議会議員、堀川和友も公認された。4月28日には、米軍軍政部の非常事態宣言も解除。検挙した者から主だったものを交流し、23人を軍事裁判にかけた。唯一の日本人被告人だったは、堀川は重労働10年の判決を受け、 在日朝鮮人には最高重労働15年の判決が出されて、刑期終了後は本国に強制送還されることになった。同年5月5日、朝連教育対策委員長と文部大臣との間で、教育基本法と学校教育法を遵守する私立学校の自主性の範囲の中で、朝鮮人独自の教育を認め、朝鮮人学校を私立学校として認可するとの、 覚え書きが交わされた。この事件がきっかけとなって1948年7月31日に大阪市でデモを規制する全国初の公安条例が成立した。ありがとうございます。